さあお前の知っていることを話してもらおうか。話してもらおうか。俺は何も知らん。嘘つくなお前。この後に及んで何も知らないとは言わせねえ。柏木さんを弾いたのはお前の組だろ。シャワー頭弾いて何のメリットがあるんじゃ。お前は登場会の跡目を狙っていた。だから柏木さんを。うん。お前ほんまに知らんのじゃ。し、多分この絵描いたのは浜崎や。浜崎だと。し、あいつは密かにカブロチを狙っとったんじゃ。柏木を弾く動機もある。なんだと。やつは横浜で力溜め込んで攻める機会狙っとったんや。ほんまや。前にうちの社まで暴れた中国人問い詰めた時そんな話しとったわ。兄貴。おお、来た来た。そっちは大丈夫だったか。なんとか。下にも結構数がいて手こずりましたが、うん、お、こいつなんかやろう思ってんのか。銃か。あ、もうボケが。おい、強いね、キル。やっぱり絵になるわ、何やっても。こいつが神田ですか。ああ。こいつもっと問い詰めなくていいんすか。今回の一件、こんな単純なやつが書けるようなもんじゃない。うん。多分こいつはどうして大吾が撃たれたのかすら分かってねえよ。東京って怖い街なんすね。怖いよ。力也、中原の一件、俺が絶対に何とかする。うん。だから悪いことは言わない。今のうちに沖縄に。嫌です。おお、嫌って言った。自分は絶対に中原の親父を撃った男をこの手で仇を取りたいんです。お願いします。兄貴、自分を東京にいさせてください。お願いします。力手足やつやね。分かった。だが一つだけ条件がある。おお、条件。もしお前があの絵の男を見つけ出したとしても絶対に一人では動かない。いや、これ絶対一人で動くんちゃうか。約束できる。そんなに言うぐらいやから。はい。よし、それじゃあ今日は一杯飲もう。おう。お前にこの街を案内してやる。おう。怖いことばかりの街じゃねえことを教えてやるよ。いいやつやね。神田はまのま寝たままか。さて、この町を案内してやる。力也、どこ行ってみたい場所あるか。あの観光もいいんだ。おう、マジやね。うん。はい。何か食いたいものある。そうっすね。焼肉。おお。沖縄でも食べれるだろう。そばとか筋じゃなくていいのか。一応行ってみたこと。ああ、そうな。ジョジョ園か。うん。知らんかな、そんな。その店はどこかしら。焼肉屋あるね。よし、そこへ行くか。はい。行ってみたいと思います。焼肉やったら、うるさい。ここ左曲がったとこあるでしょ。多分マップもそこを出てると思う。竜が如くで、ゼロか1や、どっちかだな。篠原出てくるとこ。サブストーリーでめっちゃ強いんですよね。キムタクのジャッジアイズやったら、なんかカイトの友達と喧嘩するところ。多分そこや、ここやね。あ、焼肉。はい、リキ腹いっぱい食え。ここやね。ここやろ。あれ、もうここやね。おう。それは分からん。有名人誰が来てるか分からん。はい。食おうぜ。有名人いませんね。お前それが目当てなんかい。はい、注文しよう。俺の俺は好きなくて割り勘割り勘って言ってみたけど、やっぱプライドあるからね。俺の俺だ、好きなだけ食っていいぞ。はい、俺の俺だ、好きなだけ食っていいぞ。食え食え。ありがとうございますって言って。すみません。はい。
食え食え食え、はい、はっ、ああ、いきなり頼むねんな兄貴。そんなに食えねえよ。おお、回復やね。しかし兄貴と合流するまで適当に街をぶらついて、この街は本当にいろんな人間がいますねって、まあ、自分もね、この歌舞伎町、これ歌舞伎町かもって行ったことあるんですけど、ほんまいろんな人いますよね。はい、そう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 、うん、まあ1年に1回ね、この辺ちょっと行く用事があるんで。ん、な、な、誰かと会いたいんか。何、ほら昔話したことありましたよね。ああ、入れずに、はい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 、沖縄の魂を持ったって言ってる。ああ、おったよね、確か。錦山とか桐生の入れ墨掘った人。おったおったおった。おい。時間があったらな。はい、食え食え食え。はい、これ金減るんかな。え、うせやん。おお、足りひんやんけ。出来上がりません。兄貴、まさか。どんなになるの。お前、全然ないやんけ。お前、ゼロやん。お前に、まあ、こんなこともありますよって。キリ、お前、カードぐらい持っとけよ、大人やんし。次はどうするか。もう案内終わりにする。あ、終わり。リキは悪いよ、これでカムリ町の案内終わりだ。もう終わりですか。兄貴、何か用でも。ちょっとな。ナイス。はい。はい。一人で、これ、しばかれたりせえへんかな。ほんまについてきたんか。おい。そこに来い。じゃあ。おい。お、なに？おお。ん？電話か。もしもし。おお、伊達さんや。おお。そっちの状況はどうだ。神田とは会えた。ボコボコにしたよ。小物。空振りや。まあ、セレナ、戻るんやね。ほーい。まだね、一回セレナ戻りたいと思います。セレナに戻ろう。どっちからでもいいか。まあ、神田芝居だし、次浜崎かな。誰やろう。まあ、ツイッターで仲良くさせてもらってる人がね、345やってて、自分もね、ちょろちょろ見てたんですけど、ねえ、こうやってまた自分がやる羽目になると思わなかったですね。面白いですね、龍が如く、やっぱり。まっすぐね。まあ、予定ではね、このまま3、これ終わって、4やって、5やって、維新やって、6やろうかなと思ってますね。まあ、途中でね、いろいろバイオとかも、週2、3回入れたりとかもしますんで。この、喧嘩感ほんま、来い。俺にはシャリがある。おい。おいえ。起きろ。痛いよ。どこや。あ、落ちたね、そこに。おいえ。持たれへんか。おいえ。おいえ。金くれへんかな、金。金ないねん、俺今。さあ、強いよ。はい。オッケー。はい。
すぐそこやねんけど、あ、裏口から入んねん。怒鳴り声、うるせえんだよ、消える。何？揉めてんのか？いぶき。何やこれ。いぶきと呼ばれた男。あ、しばかれてる。もう俺の前に現れるな。何やろ？大丈夫か？すみません、ありがとうございます。何やろな、こいつ。あなたは。お、なんで知ってんの、キリュウのこと。へぇー。いいわけ、知らない。ねえ、全然知らんわ。10年以上前の話。大丈夫か、お前。こいつお前どこに住んでんねん。どこやねんここ。家って言ってたやろ。そりゃなるわな。ここはカムロキャス、飲食店。おお、ほう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 。なんかヤクザかお前も。いいところやん。低金利。俺にも貸してくれよ、お前。1000万ぐらい。ええやつやねん、こいつ。こんなとこで飯食いたくないわ。こんなとこに住んでたまるかいのにな。おお、柏木さん、ええとこあるやん。おお、柏木もお前仇になったらいいね。柏木さんは人望が厚く面倒見もいい人でしたから、何人もの元構成員が相談に来たそうです。なあ。ほう、いいやつやね。おう、どないせいの経理に。金銭が大きな問題を抱えています。さっきの男か。なぜそんなことを。彼だけではないので、そういった行為を繰り返す元構成員は徐々に増えています。そうなんや。ヒットマンってね、ヒットマンっていうゲームもやりたいねんけどな、俺。戦える人間はいるのか。あ、だからもう桐生しかおれへんやん、ほんだら。やったろう言うとんねん、わいが。ああ、せ、一応敵やからね、桐生も。助けるよ。おい、礼なら全部済んでからにしてくれ。何をすればいい。そうですね。おい、はい、おい。まあこれもミニゲームみたいな感じかな。サブストーリーみたいな。おい、金ないときやったろ。おい、おい、
何のお願いやねん。うん。おお。うん。そう、沖縄で。うん。はい、やったるわ、なんぼでも。うん。はい。うん。頑張ります。はい、こんなとこもう早く出たいの俺は。戻りましょう、あっこに、あの店に。セレナやね。こっから出んのかな？いや、違うんちゃう。ちょ、走ってくれへんかな。まっすぐ行ったとこになるやん、出口。ちょっと行ってみましょうか。お前ら喋りかけるか、お前らに。はい。どこやここ。あ、けど、まあ、線がそんな通んないか。まっすぐ行って。イタリアに。これダッシュできたらいいねんけどな、この R2 押して、チェイスやってる時みたいな。お前、邪魔やん、邪魔、邪魔、邪魔。はい、次こそは入ろう。ここですね。はい、入ります。着いたぞ、ニューセレナ。おっとっとさん、キリュウ。おー、キリュウ、随分と遅かったな。うん、手間取ったんや。うん、それもあるが。なんだ、どうした。まあまあ、すまないが、沖縄から来た俺の連れがいる。一緒にここを使わせてもらって構わないか。うん、それは構わないけどな。えらい乗り気じゃないな。はるかちゃうわ。うん、何？若かした時としてはまだまだガキだからな。若い男。中年。お。うん、ババアというくせに。うん。キリュウさん。はい。おっしゃ。そいつ今どこにいるんだ。うん。後でここに来るようにって観光。なんで、だぜ、なんか、いや、気持ちも見えてんの。お、兄貴。あ、来た、よかった。っやっとたどり着けましたよ。5回も違う店に入っちゃいましたって。こいつやね。うん、リキ、俺がいつもそのお世話になってるだぜさんとこの店のママだ。ウイスウイスって言って、兄貴の弟分やってます。島袋力也。うん、元気やっていいね。だてだ、よろしくなって。ナイス。ところで力也、もう観光は済んだのか。大体人通りは。でも、何？どうした？はぁ、ショーパブ。おい。ところで、キリュウ、お前が得た情報を聞きたいんだが、もう一人用事済んだのか。じっくり話したいの。落ち着いてから声をかけてくれ。はい、自分はもう、どこに行くとこもないんで、また、伊達と喋ります。おう。はい。はい、今とかもう、用はない。はい。うん。ああ。はい、